Hey there everyone, this is Shaggy, welcome back to more Hyperventure Neptuna Rebirth. Last time we did some stuff in this factory. We discovered that all the CPUs apparently went to the same disguise skills Clark Kent. And we're probably going to face something nasty, this event trigger here. Like I said last week, I put the EXC drive to level 4. And yeah, let's go see what this is about. 見つけた。どうやらこの部屋みたいね。誰かと思いましたが、やはりあなた方でしたか。あんたは。なんだ、またガナッシュか。私的にはいい加減、ラステーションでの敵イコールガナッシュってのもワンパターンすぎて。マンネリ化してると思うんだけど、そこんとこコンパはどう思う？私もカナッシュさんは飽きてきたんで、そろそろ別な人が希望です。その減らず口も相変わらずのようですね。で、どうしてアブニールが兵器をルーイに売るのさ。儲かるのはわかるけど、ルーイが強くなったら損するのはラステーションだよ。それでいいのですよ、ネプテューノさん。どうやらあなた方は大きな勘違いをしているようだ。勘違い？どういうこと？ラステーションに住んでいるからといって、必ずしも誰もがブラックハート様を信仰しているわけではないのですよ。まさか、それって。私の信仰する女神様はこの世でホワイトハート様ただ一人。ホワイトハート様のためならラステーションなど何度でも滅ぼしてみせましょう。まさかスパイが紛れ込んでいたなんて。これはチャンス。どうしたんですか、ネプネプ。私はホワイトハート、つまりブランの信者なんだよ。ってことは、ブランが説得してくれれば、あの硬くて痛そうな機械と面倒な戦闘をしなくても済むんだよ。そんなことなら私に任せて。話し合いで解決できればそれに越したことはないわ。最後のお話は終わりましたか。私には次の仕事が控えていますので。控えおろ！何？控えおろ、控えおろ！この顔が目に入らぬか！ここにおわすお方をどなたと心得る！こちらにおわすは、ルイの女神、ホワイトハート様であるぞ！たわけ者が、てめえ、私の顔を見忘れたか。図が高い、控えやろ。微妙に違うのが二つ混ざっていますわね。まさか、あなたが。ガナッシュとか言ったな。私のために尽くしてくれてるのはよくわかった。だがな、それで他国やルイのみんなに迷惑をかけることなんざ私は望んじゃいねえ。今なら許す。だから取引をやめてくれないか。なんだって？聞こえねえよ。男ならはっきり喋りやがれ。貴様なんか違う。貴様のような奴が私のホワイトハート様であってたまるか。さては話に聞く最近現れた偽物だな。何言ってやがる。私が本物で、あっちが偽物だ。
いや、貴様が偽物だ。だから私が本物だって言ってんだろうが。いい加減騙されてることに気づけよ、バカ野郎。違う。私の天使なホワイトハート様がそんな乱暴な言葉遣いをするわけがない。よって貴様が偽物だ。たまにこういう盲信的な信者っているんですわよね。そうそう、自分の中で妙に美化しちゃってさ、ちょっとイメージと違うことを言ったりするだけで、こんなの俺の女神様じゃないって言っちゃう人ねえ、愛ちゃん。なんで私に振るのよ。いやだって、初めてベールのブログの隠しページを見たときなんか、私のグリーンハート様がこんなゲーマーなわけないわって言ってたよね。懐かしいな。あら、愛ちゃんもそういうタイプでしたの。違います。違うので嫌わないでください。けど安心して、そんなことで私は愛ちゃんを嫌ったりしませんわ。むしろもっと私の知らない愛ちゃんを見せてくださいな。ベール様。うるせえんだよてめえら。人が修羅場ってるのに後ろでピンクい空気出しやがってよ。空気を読みやがれ。今ので確信しました。やはりあなたはホワイトハート様ではない。ホワイトハート様は仕事にはとてもひたむきで、信者にも優しく、たとえ些細な悩みだとしても一人一人親身に話を聞いてくれる素敵な人であって、このような暴力的な人ではない。真面目な堅物だと思ってたけど、やっぱ人間、好きなものを語るときってキャラが変わるね。私はちょっとドン引きです。ここまで盲信的ですと説得は無理そうですわね。まさかブランの性格があだになるなんて。悪かったな。最後のお話は終わりましたか。あいにく私も暇ではないので、手短に偽物ともどもあなた方を排除させてもらいますよ。はあ、やっぱこうなるよね。私は野蛮なことは嫌いなので、ね、このキラーマシンマーク3が代わりに相手をしてあげます。悪い機械はみんな壊しちゃうです。オッケー、コンパよっと。ベール様もお願いします。その期待、応えてみせますわ。そういえば、あなたにはまだこの姿を見せていなかったわね。正直言って驚きましたよ。あんなチャランポランなネプテューヌさんが、まさかプラネテューヌの女神パープルハートだったなんて。そうは言ってもあまり驚いてるようには見えない。これでも十分驚いているのですよ。けどこれは好都合です。ホワイトハート様のため、偽物ともどもここで葬らせてもらいます。Oh dear, looks like some buttons got pressed. For last time! Against another killer shoot. Slightly harder than the last one. Yet at the same time, probably not.
Once again with the debuffs the person and just wail on it until it's dead. Really just that simple. As for this thing, well, it just does typical, just does typical attacks. Also, I think it does, I think it has area of effect, so try and keep everybody spaced away. Alright, just stun as well. I don't mind Black being stunned because they're just going to pick on pretty much the thing that's the person who's pretty much going to be the defensive wall. I honestly don't mind. Especially since normal hit is just not doing very much damage anyway. As you see here, it's more or less already dead. Alright, so I'll just use Synthet Spear. Again, this boss, honestly, isn't that much special. Just taking hits like a champ, though. I believe the magical reactor is used for a specific plan layer. I can't remember if I actually need to use it or not, but yeah, I think it's used for a specific plan. やはりルイで戦ったのより性能が上がっているわ。やはりダメでしたか。女神三人を相手にするには性能不足だったようですわね。何を笑ってやがる。何も女神三人をキラーマシン三体で倒せるとは思っていませんよ。嫌がったのか。しかしここは我が社の格納庫。たかが一体破壊されたところで代わりは何体もいるんですよ。まだあんなものがたくさんいるっていうの。何を言いまする。今あなた方に破壊されたのはルイへ送る数十体のうちの一体に過ぎません。たかが一体に苦戦しているようでは生きてこの工場を出ることはできませんよ。おいおい、冗談じゃねえぞ。あいにく私は冗談が嫌いでしてね。証拠に今この格納庫にいる全兵器をここに集結させてあげましょう。さあ来るのです、キラーマシン。パンチキュースなの？なんだ？あいにくだが、貴様の援軍は諦めてもらう。この声、まさか。久しいな、ネプテューヌ。いや、今はパープルハートと言った方がいいか。メージス！どうしてあなたがここに？何、
きな臭く、それでいて物騒な噂を聞いたのでな。少々おせっかいを焼かせてもらっただけだ。この爆発、貴様が原因か？他に誰がいるというのだ？そこのガラクタ以外は、この狂気の魔術師メージスが全て破壊させてもらった。そんなバカな、ありえん。女神が3人いても苦戦するようなものだぞ。たった一人で壊滅など誰が信じるか。そう思うならそうなんだろう、お前の中ではな。一体どうやって？魔法で内部から焼き尽くしてやっただけだ。特別な手品を使ったわけではない。そんな、我が社の兵器がたかが一人に。さあ立て、立つのだネプテューヌ。この戦い、私も協力しようではないか。一緒に戦ってくれるの？当然だ。それに貴様が別人とはいえ、死なれてしまってはあいつが悲しんでしまうからな。 So hey, new party members. We have Magis. Where is she? She's level 38. She's a little bit underleveled, but her attack is actually ranged, so she may not even actually get hit as much. I could use her now, but I kind of like what we're doing here, because I think we're going to stick with the they're going to stay CPU for this next one. We're going to, spoiler alert, we're going to fight another killer sheen. And I'm just going to use this team because this team kind of worked last time. Still have some of the Ixie Drive Gauge. Actually, while I'm here, I should probably just set mages up, actually. As far as like combos and shit are doing. I think that's pretty much all I'm going to do. While you're Ixie, I'll just give you all of this. But I will use, I am going to use mages in the next area because I'm going to spoil something else. We're going to lose both Ver and Blank in the next dungeon. So, yeah, mages is going to get her time in the limelight then. So, let's just get this boss out of the way. Well, just like the other killer, she ain't gonna defeat it the same way. At least I'm gonna defeat it the same way anyway. Again, just like the other one, well, it's actually a slightly weaker version. So really, this thing shouldn't really take that much to pie. Probably like the weak one, because I think the game expects you to put mage into the pie so that she can get some experience. But she's gonna get experience from this fight anyway, so. This is the only one I'm going to use. I'm just going to spam the XE drive now until it's dead. It may just take this one spiral break. I really hope it takes just one spiral break, because otherwise Neptune's going to get another kill. Not that I'm keeping score of who's killing things or anything, but kind of like Ver's Wind Pulse more than
anybody else's. Yeah, Neptune's gonna get the kill. Ah, maybe not. I'm dead pressing buttons stupidly yet. Alright, Bank, you get the kill, please. So, was actually that bad. And I believe there's going to be a few more cutscenes. So, I'm actually going to leave it here. I will probably cut the video off at the end of the cutscene. So, next time on Neptunia Rebirth the First, for realsies this time, we're actually going to go after the Fate Purple White Heart. Why am I saying Fate Purple Heart? There ain't one of those. Anyway, take care and I'll see you guys then. Ciao! なんだ、普通に戦っても手応えがないではないか。そんな我が社のキラーマシンが。ありがとう、名実。あなたのおかげで助かったわ。気にするな、大したことではない。名実って言ったな。私からも礼を言わせてくれ。おかげで取引を潰すことができた。ルビーの女神として感謝するぜ。さあガナッシュ、あなたたちの企みもここまでですわ。ふっ、なんだこいつ、自慢の兵器が壊されて頭がおかしくなっちまったのか。我が社自慢の兵器が全滅したのは想定外でしたが、この時間なら本来の目的は無事に果たせているはずです。まさか別の狙いがあったというんですの。あなたたちはまんまと偽の情報に騙されたのですよ。なんですって。本当は倒してしまう予定だったのですが、私はあなたたちを引き止めておくためのおとりだったのですよ。まさかあの情報が嘘だったっていうの。どうやら情報戦はこちらの勝ちのようですね。こんな時に一体誰よ。 IF さん、私です。フィナッシェ、大変なんです。アジトが教会に襲われ。フィナッシェ、ちょっとフィナッシェってば。おい、フィナッシェがどうしたんだ。アジトが教会に襲われてるみたい。なんだと。そういえば試運転ついでにレジスタンスのアジトをどうとか言っていましたね。のんきに話をしている場合ではないわ。急いでルビーに戻りましょう。それでは私はこれで。待ちなさい、ガナッシュ。逃げられたです。捕まえられなかったのは尺だが、それよりも今はルビーに向かうのが先決だ。あなたも来てくれるの。乗りかかった船だ。最後まで付き合うのが筋であろう。